ゆっくりの、怖い話。ちびデブちゃん。2チャンネル、もじょいた。そこに地震に起きたことを報告する女性が現れた。まさか自分の身に起こるとは思わなかったことじゅ。ここは自分に起きるとは思わなかったことを報告するスレのようです。そこに、幽霊を見たこと。予備校から帰ると、1階は真っ暗なのに2階に電気ついてる部屋がある。母は家族全員帰ってくるまで、リビングの電気はつけて、何年か前だから節電の意識はあまりなかった。すまぬ、2階で洗濯物畳んだりするので、あれと思い階段のあたりからお母さんと呼ぶと、だーれー、と帰ってきたので、ちょ、娘にだーれってあんた、と思いながら、もこと答えると、もこおいでー、と母が呼ぶ。私は家では名前ではなく、ちびデブちゃんという愛称で呼ばれていたので、はてな、と思っている間にも母はずっとおいでおいでと言い続ける、しょうがねえな、と階段を登ろうとすると母が部屋から出てきて、と思ったらなんか顔だけ上下逆になってるめちゃめちゃでかい四つん這いになった女の人がすごいニコニコしながらこっちに来る、びっくりして速攻で家を出て玄関の鍵を閉めて、覗き穴から見るとその高さに女の人が口をもぐもぐしながら顔を真横にしてニコニコしてた。怖くて自転車でおばあちゃんの家に行って、お父さんが迎えに来るまで帰れなかった、いなかった家族は、私を置いてくら寿司行ってた。家族に置いて行かれてたってのも怖いですね。マジ怖すぎて笑う、もののけ姫に出てくる小玉をイメージした、じゃないと怖すぎる、怖えよ、おい、怖すぎて眠れなくなったぞ。みんな私のせいでごめん、か弱い魔女だから怖いよね、あれ以来幽霊は見てないからどっか旅だったんだと思う、安心して、それってお祓いとかしたの、通りすがりのお化けならまだいいけど、693無事でよかったけど、一人暮らし始めてからお買いたも見ないようにしてたのに、してないよ、見た前の年に建てた家だから、父は、いい家だから遊びに来たんだろう、ひひ、母や兄弟は、浪人ばっかするから受験疲れの幻覚だよ、くら寿司のお土産食え、で終わり。そっか、でも家族一緒なら安心だよね。おうち大好きなパパンカワユス。でも怖いよ。今日はもう電気消さない。節電の神様ごめんなさい。進撃の巨人の巨人で再生されたが怖すぎはロタ。それから何もないならよかった。自分は普段ちびデブちゃんって呼ばれてるってとこが一番気になった。ちょっと前の幽霊の話、その幽霊さん、普段からちびデブちゃんと呼ばれ一緒に寿司屋に連れて行ってもらえないくらい存在の薄さを哀れみお母さんの姿になって優しくしてあげようと思ったのでは、と思った。体はおかしくても表情ニコニコしてたなら悪い霊じゃなさそう。家庭内とはいえ愛称ちびデブちゃんっていじめレベルじゃねえか。しかも寿司屋に一人だけ連れて行ってもらえない。幽霊より怖い。寿司屋ってくら寿司でしょうが。ちびデブだってくら寿司行きてえよ。つかくら寿司うまいだろうが。みんなちびデブという愛称が気になるようですね。ちょ、幽霊の話書いたちびデブだけどなんかめちゃ同情されてる。くら寿司連れて行ってもらえなかったのは予備校時代の私の帰りが毎日10時を過ぎてたからです。あとちびデブちゃんはとっとこハムスターのちびハムちゃんから取ったというかちびハムちゃんとか可愛いわ。ちびデブちゃんならここにいるよ。という兄弟の会話からできた愛称です。そういうくだらないノリなんです。なんかすみません。あとちびデブちゃんって書いたの初めてだ。すれちすみません。家族仲はいいようです。こうしてちびデブちゃんは消えていきました。しかし、6年後。何年か前に、家に幽霊が出ると書いたんだけど、家族にちびデブちゃんって呼ばれててみんなそっちを心配してたやつ、ちょっと話が変わったんで書いていいかな。久しぶりの登場です。くら寿司のお土産15人前は食べたちびデブだよ。今は呼ばれてないけど、ちょっと払いたいから、トイレ前にいいよ街で書いてた分だけ貼るね。私は今別の件でも除してるんだけど、先週弟から電話が来て、前に私が幽霊見たと騒いでたの。弟は当時小学生ながらうっすら覚えていたようで本当か聞かれたの。それで、見たよと言うと、俺も今月で2回見たと言い出して、同じのかなと慌ててるから、例の画像と状況を説明したら、雰囲気は似てるけど、俺2回目に見た時はゆっくり立って歩いて階段降りてきて、胴長だったから顔はよくわからなかったと言ってて、初めて見た時は、階段は降りてこなくて2階でただ突っ立っていただけらしく、胴がすごい長い、っていうのと成長してる、とすごく怖がるので私から親に説明して、何回も幽霊騒ぎがあるから、自鎮祭してくれた神社にお払いが可能かの相談をしてもらってる、弟も学生で大事な試験を控えているので何とかしてあげたいんだけど、成長する幽霊の話って知ってる人いる、調べてみたんだけど、出てこなくて、胴が長い幽霊も私の見たのと同じかわからないし、あと私の話がまとめられてたのは、結構びっくりした、みんなちびデブちゃんをかわいそうと思いすぎ、ワロス。ちびまる子ちゃんならともかく、ちびデブは完全に悪口以外の何者でもないからね。弟にも、おいでー。って言ったの、何も言わなかった。なんかうっすら覚えてるぞ。誰もいないはずの家で母ちゃんっぽい人に呼ばれたってやつ。
弟には何も言ってないみたいです。恥ずかしい話なんだけど、2階の母の部屋にテレビを入れてから、母が独り言全開で撮りためドラマを楽しむようになって、初めて見た時は、いつものように声が聞こえるので2階の母に冷蔵庫のデザート食べていいか聞いたらしいです。そして返事がないので、階段数段登ったら動画長い幽霊が2階にいて、うわ、と言ったら、庭の窓から母が猫連れて帰ってきたということです。ええ、そうなんだ。同じ幽霊かわかんないね。個人的に名前を確認してきて名前で、おいでー。って呼ばれるくだりが一番怖かったので、どうも長いみたいだし違う幽霊だったりして。さっき実家に電話したんだけど、お祓いのことで進展を聞くため、地鎮祭をしてもらった、お祓いを頼む神社に連絡したら、キャンセル扱いで地鎮祭してないって言われたらしくて、なんかややこしくなってる。私たち家族と、立ててくれた人も参加して地鎮祭したんだけど、その神社の人たちは知らないらしくて、調べたけど記録にもないらしい。キャンセルになったのは書いてあるらしい。何万も払ったから、幽霊とは別に実家で騒ぎになってる。この件はまだごたごたしそうなんで、閉めてもらっても大丈夫です。これがテンプレ階段だったらチビデブちゃんのおばあちゃんか神主さんあたりが、お前、ら、あれを見たのか?って結相を変えて問い詰めるとこなんだがな。うちの祖父母はこんな話は知らずにのんびり地方で暮らしてますわ。残念ながら、さっき、母から電話来たんだけど、神社の人の話によると、その頃に、手癖が悪くて首にしたジムの男性がいて、今は逮捕されてるんだけど、詐欺まがいで逮捕されたらしくて、その人と悪い人たちかもしれないという話で、謝られたらしい。神社の人は、大事な試験を抱えている不安定な時期なので、リフレッシュさせたり、場合によっては脳の検査をしたらという話、もし、また霊を見たり希望があればお祓いはこんな話の後なのでただ同然でやってくれるらしい。すっきりしないけど、母は家にいるようにして弟が何かの時に備えるということです。手癖を悪い人を雇った方にも責任は多少あると思うから遠慮せずにお願いしていいと思う。ところでチビデブちゃんが幽霊見た後何か悪いことあった？親は神社の偉い人が自宅まで詫びのお菓子持ってきて謝ってくれたから、頼むなら金を払ってと思ってるみたい。それよりも弟が元気ないから脳腫瘍かもと心配してる。来週大きい病院連れて行くらしい。私の時は、私が二郎してたから投資かと思って、深く触れなかったみたい。その代わり色々美味しいもの食べさせたり、旅行行って話をそらしたらしい。そういえばそんなだった。悪いことか、チビ長デブになったのど、まだ魔女なことくらい。あと、お化け屋敷とか、心霊スポットみたいなとこには行けなくなった。お腹を下すから。こうしてチビデブちゃんはまた消えていきました。これ以降何もないといいんだけどね。しかし3年後。お話の途中でごめん。何年か前にチビデブ名義で書き込ませてもらってたんだけど、今も魔女だけど、チビメガデブに昇格した。いろいろあって落ち着いたから書かせてください。そこまで怖い話はないと思うけど一応注意。また報告に来ました。はじめに、問題の家だけど売却して今はもうないんだ。Google マップで見たら駐車場になってた。幽霊騒ぎで弟は10キロとか痩せてたんだけど、引っ越したら元気になって勉強も部活も頑張ってた。引っ越して3ヶ月くらいして朝、弟から電話があった。弟は寝るとき猫を枕元に寝かせて軽く触りながら寝るんだけど、夜中に目が覚めてなんだか怖くなって猫を触ったんだけど、その時触ったのは猫の毛じゃなくて人間の鼻とか頬の冷たい感触で弟は叫んだ。それで両親がバタバタ来る音がしてドアが開けられて、助かったと思ってみると前の家にいた幽霊がニコニコしてドアから少し離れたとこにいる。そんな夢を見るようになったらしい。嫌なのに何度も猫を触ろうと手を伸ばすし叫んじゃう、で見ちゃう、でも引っ越してくれた親に悪くて言えない。でももう限界で、幽霊がどんどん近づいてきてとうとう今日の夢では部屋に入ってきたらしい。私は幽霊ついてきちゃったんだなと思った。弟もそうだと思う。弟があんまり心配だから有給取って引っ越した実家に行ったんだけど、弟は学校でいなくて母にことの顛末を説明した。その後夜に帰宅した父にも説明して、弟は言いにくいだろうし、弟が予備校から帰る頃には両親すっかり事情を把握してて、これからどうするか話し合ったけどいまいちいい解決策がなかった。私はどうしても次の日は休めないから何か決まったら電話するように頼んで帰った。申し訳なかったけど久しぶりに飛行機乗って過敏性腸炎で体調が限界だったのもある。2、3週間くらいして母から電話があって、多分解決するからもう心配しなくていいよ、と言われた。母の姉が海外で2層、みたいなことをしてるんだけど相談したらお守りを送ってくれて、弟も幽霊見なくなったらしい。後で弟に確認したら本当に見えないらしくおばさんにめちゃ感謝してた。それからしばらくして弟も無事に試験に合格し学校も卒業して母が、子育ても卒業したからしばらくおばさんの国に遊びに行く。って言って出て行って、今も帰ってこない?ここから先はおばさんに聞いたことで詳しくはわからないんだけど、お守りの話は嘘で母は弟と私にちょっかい出した幽霊にブチギレてて、用があるなら製造元の私に来なさい、暇だからいくらでも相手する、って強く思ってて両思いになって、幽霊は母についたらしい、弟の幽霊見なくなったのも、私の腹痛が良くなったのもこのおかげらしい、でも弟が試験に合格して肩の荷が降りて母親パワーがちょっと弱くなって自分にも家族にも影響が出るのを心配しておばさんのとこに行ったらしい、実際母と会話できてないし、文章下手くそで何ともよくわからないと思うんだけどこんなことになりました。
おお、チビデブちゃんまだモジョイタにいたのか、あの幽霊ついてきちゃったのか、お母さん、海外のおばさんとこで無事お祓いできるといいね。本物のチビデブです。さすがに回転寿司は12皿くらいしか食べられなくなったけど酒を覚えてチビメガデブになったよ。2チャンネル自体すごく久しぶりに来たんだけど、悲しいながら文字を貫いてるから文字を板に書き込ませてもらったよ。なんで幽霊ついてきたのかわかんないけど、私が久しぶりに見た時は大きくなってたからレベル上がってついてきたのかなと思ってる。チビデブちゃん、1ヶ月くらい前にここでまた話題になったばかりだったから驚いた。個人的には前の話より怖い。弟さん大丈夫になってよかったけれど、お母さんが無事お祓いできますように、あとやりとりできないと心配だと思うからお母さんと話せるといいね。たまにまとめられてて、チビデブ呼ばわりを心配されてて笑ってたけどここでも話に出してもらってたのか、母とは電話はできないけどたまに手紙は来るよ。あっちのことは全くわからないけど。チビデブちゃん、ずっと気になってたからその後を聞けて嬉しい。でもお母様が心配なことになってるね。ご家族の中で唯一お父様だけは幽霊に遭遇してないのかな。父は見てないらしいけど精神科系のドクターだから家族に心労を与えないように嘘ついてる可能性あるからなんとも言えないんだよね。あと兄がいるけど兄は確実に見てない。母のことはこちらからは連絡できないしおばさんからお母さんのことが心配になったらお母さんが幸せでありますようにずっとお母さんのことが大好きと自分の中とか不安だったら夜以外の神社仏閣でお祈りしなさいって言われてそうしてるよ。わあチビデブちゃんだ。すごい。おばさんってシャーマン。東南アジア系かな。シャーマンとかではないと思う。一番近いのが2層かな。おばさんのことはよくわからないんだ。ごめんね。チビデブちゃん、最初からずっとリアルタイムで見てるよ。それはそれで悲しい。そして、気になっていたから現状が聞けてよかったよ。それにしても地味にしんどいよね。チビデブちゃんの家系的に霊感とかあるのかな。また気が向いたら書いてくれたら嬉しいな。くれぐれも気をつけね。私は霊とかはあの家に住むまで全然だったけど、あの一件以来霊感がある友達曰く嫌な感じのするとこで腹下すから大腸に霊感がある、らしい。他の家族はわからないけどないんじゃないかな。みんなが私と私の家族を心配してくれて祈ってくれて、優しさが嬉しいし、書いてて思い出して落ち込んでたけど、神様的な人が、チビデブって誰、怖、ってなってるの想像したらちょっと笑って元気出た。もしまた何か変化があったら私はまだ悲しき魔女だろうから書き込ませてください。聞いてくれてありがとう。こうしてチビデブちゃんは消えていきました。私が探した限り続報はありません。チビデブ一家に平和が訪れているといいですね。ここからは魔女関連の怖い話をおまけでいくつか紹介していきます。しょぼい体験談だけどオカルト好きとしてはワクワクしたので書かせて。去年の夏頃家に一人で怖い映画を見まくってた時ある幽霊が出たシーンでテレビが固まって電源が入らなくなった。業者を呼ぶと問題なく動くんだけど帰ってしまうとまたつかない。家族とふざけて呪いか、とか言ってた。1週間くらい続いて、私が大怪我をしたらテレビはケロッと治った。1ヶ月くらいしてやっと怪我が治って落ち着いてくると今度はびっくりするくらい運が良くなった。宝くじが当たったりとかそういう感じ。怪我で厄落としだったのかなと勝手に納得してた。回復祝いに4人でディズニーに行ったらあいにく雨だったんだけど私たちが店に入ると土砂降り、出ると晴れる。雨直後だからほとんど並んでないアトラクションに乗れる。予約でいっぱいだったホテルに空きがたまたま出る感じでラッキーは続いていた。ただアトラクションに乗る時もレストランでも必ずやご名様ですねって確認されてた。その日お境にラッキーもなくなり普通の日常に戻った。幽霊もディズニーに行けて満足したんだろうか。ディズニー好きの幽霊とは珍しいですね。生田斗真が結婚したニュースで思い出した恐怖体験。数年前箱根に旅行に行ってお金がないから安宿に泊まったんだけどすごく嫌な感じだった。過剰書きすると、満室のはずで壁も薄いのに私たちの部屋以外から音がしない。共用トイレに出入りする音はしないのに右側がいつも閉まっている。トイレの目の前の部屋だった。天井から水音がする。上の階には水回りの設備なし。お互いの上の天井からキシキシ音がする。テレビを裏から思いっきり叩くような音がする。他にも細かいことはいっぱいあったんだけど大まかにはこんな感じ。何より二人で泊まって二人とも体験してるのが怖すぎてずっと電気とテレビつけっぱなしにしてた。そしたらテレビから生田斗真が京都のお寺でお経に合わせて踊る。特番が流れてその現象が収まった。生田斗真が飯屋だった話。思い出してこの宿がまだあるか調べたら閉業しててやっぱりなって思った。生田斗真さん、パネッス。やっぱお経は効果あるんだな。あ、そっちだったか。何にせよ収まってよかったですね。いかがでしたか？チビデブちゃんのお話でした。やっぱりチビデブという名前がインパクト大ですよね。チビデブちゃんの話が怖い。コメント欄にそう書かれていて、チビデブってなんぞや、と思いまとめました。初めて知りましたが数年単位で書き込まれる話はいいですね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。